ルドルフ・ディールス・ルドルフ・ディールスは、ドイツの警察官僚。国家社会主義ドイツ労働者党政権下で、ゲシュタポが、ヘルマン・ゲーリングの下にあった、創世紀のゲシュタポ長官である。1900年12月16日に、タウヌス山地のベルクハウゼンに有力地主の息子として、生まれた。母は売春婦だった。第一次世界大戦中は陸軍に従軍していたが、 終戦後の1919 19年に、ギーセン大学とマールブルク大学に入学し、法律と医学を学んだ。しかし大学在学中は、学問より、他の学生たちと決闘したり酒を飲んだり遊んでばかり、おり、いつまでも卒業しない、万年学生であった。彼の顔に残った傷跡はこの大学時代の決闘によってできたものである。1930年に、 共産主義対策の専門家として、プロイセン州内務省に入省した。すぐに、プロイセン州の高級警察官僚となり、共産主義者や国家社会主義ドイツ労働者党などの政治的求心活動家を取り締まった。1933年1月30日、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーが、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領より、ドイツ国首相に任命され、 ナチ党幹部のゲーリングがプロイセン州内省に就任。ゲーリングは1933年2月6日にディールスをプロイセン州警察の政治警察部門一営化の課長に任じた。1933年2月27日、ドイツ国会議事堂放火事件が発生するとナチ党が犯人に仕立て上げたマリヌスファンであるベの尋問を行い、 翌28日には4000人の共産主義者を逮捕した。4月26日にゲーリングが交付した法律に基づき、プロイセン州のすべての政治警察は、プリンツアルブレヒト街8番地の接収したホテルに移転となり、後にゲシュタポと略称される、プロイセン州秘密警察局が組織された。ディールスは、このゲシュタポを指揮する、 ゲシュタポ局長に任命された。ナチ党の政権掌握後、バイエルン州の警察を監督していた、親衛隊のハインリヒ・ヒムラーとラインハルト・ハイドリヒは、ゲーリングとディールスが監督するプロイセン州やベルリンの警察も掌握する機会を狙っていた。ヒムラーらはヒンデンブルクに、ディールスやゲシュタポの活動に関する残言を行い、大統領からゲーリングに圧力をかけさせた。 1933年9月末にはゲーリングはディールスのゲシュタポ局長の任を解き、ベルリン警察の副長官に左遷した。ディールスの家も家宅捜索され、危機感を抱いたディールスは一時期チェコスロバキアのカールスバートへ逃亡したが、10月末にはゲーリングに呼び戻されて再度ゲシュタポ局長に就任した。間もなく、 ゲーリングは突撃隊への対抗のため親衛隊と和解し、1934年4月20日にはヒムラーをゲシュタポ局長より上位のゲシュタポ監査官及び長官代理に任じた。ヒムラーは就任後、直ちにディールスをゲシュタポ局長から解任し、ハイドリヒを公認に据えた。代わりにディールスは親衛隊名誉大佐に任じられたが、 その権力は大幅に制限された。しかしなおも、ハイドリヒから警戒され、長いナイフの夜事件の際、ハイドリヒが作成した粛清リストには一時、ディールスの名前が加えられていた。それに気づいたゲーリングが、名簿から名前を削除させた。ディールスは、ゲーリングのいとこと結婚していたため、その後も、 ゲーリングの講演を受け、ベルリン警察長官代理やケルンの行政官などの交換職に就いた。一方1940年代頃からディールスはユダヤ人迫害に関わるような命令は拒否するようになった。そのためゲシュタポから睨まれるようになり、ヒトラー暗殺計画があった際に、ディールスもゲシュタポに逮捕、投獄されたが、ゲーリングの被護により出所した。 戦後のニュルンベルク裁判にはゲーリングの弁護側証人として出廷した。1950年からは西ドイツのニーダーザク選手や内務省で勤務し、1953年に退官。1957年11月18日に狩猟中の事故で死亡した。ありがとうございます。